株式会社、ホンダカーズ東海は、愛知県東海市に本社を置き、ホンダカーズ店を展開する、ホンダ系自動車ディーラー。1983年3月にホンダベルの東海として創業。翌4月に、ホンダ技研工業とベルの店取引基本契約を締結し東海店を開設。2003年4月に、持ち株会社化し、VT ホールディングスに称号を変更。 新設分割会社として新たにホンダベルの東海を設立した。2006年8月にはホンダプリモ東海を九州合併し、ホンダカーズ東海に称号を変更した。新設分割以前の遠隔については VT ホールディングスを参照のこと。2011年度参戦、車両2014年度参戦、車両2019年度参戦、車両2001年8月開催の ポッカインターナショナル 1000km 耐久レースに、本ダの SX を用い、ドリーム28アメリカンレーシング NSX のチーム名でレース初参加。その後、全日本 GT 選手権にも GT300 クラスで、第5戦、第6戦に、スポット参戦。2002年からは引き続き NSX を用い、ベルの東海ドリーム28として、GT 選手権に、 GT300 クラスでフル参戦。スーパー GT に名が改められた2005年にはビマック RD320R に車両変更。2006年より市電に車両変更。第5戦にて3位で初表彰台、続く第8戦で初優勝を飾るも、この年は RE アマミヤレーシングの山野哲也イーリー、ヒロユキ組と同ポイントのドライバーランキングに、 チームランキング3位でシーズンを終える。エントラント名がカーズ、東海ドリーム28と変わった2007年には全球戦中一勝ながらもに3位を各2回記録するなど安定した成績でチームランキング1位でタイトル獲得。ドライバーランキングはエイプリルの大島和也、石浦博明組と同得点ながらも勝利数の差でランキング2位に終わる。2008年以降は ランキング4から6位という安定した成績を残している。2011年にはエヴァンゲリオンレーシングとタイアップ、初号機のカラーリングが施されてマシンで参戦している。2012年の特別戦、富士スプリントカップで加藤博樹が2位表彰台を果たした。このレースが試練のラストランであったため、表彰台という形でラストランを優秀の美で飾った。 2013年は、マクラーレン MP4 から 12C に車両変更する。特別戦、富士スプリントカップで加藤博之が優勝を果たした。2014年も前年と同様の体制だが、エヴァンゲリオンレーシングとのタイアップを前年限り、終了で終了し、ペトロナスシンティアムとのタイアップとなった。2015年は、ムーンクラフトが製作した、マザーシャシー仕様のロータスエボーラに、 車両変更する。2020年の第2戦で、2010年の第5戦以来10年ぶりの優勝を果たした。高橋一ホーナーが2019年末に引退を発表した後も、1年限りのチーム存続が許され、2020年シーズンを戦いつつ新たなスポンサーを探していたが、新型コロナウイルスの影響を受け、スポンサーが見つからず、 一時はチームの活動休止も考えていた。しかし、その直後にトヨタのディーラーであるアドビックス・ムルタ・レーシング・インジェングから連絡を受け、わずか1時間のミーティングで、アドビックス・ムルタ・レーシング・インジェングと共に、ムルタ・レーシング・インジェングと名前を変え、2021年シーズンを戦うことが決まり、2021年1月15日に発表された。 なお2001年の参戦当初よりチーム名にホンダの名称を用いていない。2004年まではホンダ車である NSX で参戦していたが2005年以降はホンダ車以外の車種を使用している。参戦クラスは全て GT300 参戦クラスは全て GT300。ありがとうございます。